まあ、今までタイ人と2回 K-1 で戦ってるんですけど、まあ、2回とも倒してて、まあ、タイ人に対する、まあ、イメージとか相性だったりはまあ得意と思ってて、今回も問題ないなと思ってるんですけど、まあ、今までの2人より全然今回の選手は強いと思うんで、まあ、強い選手と戦えることに対してめっちゃ楽しみでワクワクしてます。